ああ、今日も対戦疲れたな。払い越した後はこんな体になっちまうんだ。俺はマイルリ。特性は力持ち。性格は意地っぱりだけど、トレーナーさんのおかげで卵技のアクアジェットも覚えることができた。だが現実は甘くない。あのクソキノコめ。はあ、今日も疲れたな。後でタオリン飲まなきゃ。しかし10万ボルトとかキノコ野郎のチート方針やられると、腹太鼓なんかする暇ねえよ。わざわざ HP 調整までしてお盆飲みも持ったって言ったってのに、すぐ溶けちまったぜ。努力値も HP に振って硬さには自信あったはずなのにな。俺いる意味あんのかな。いっそのこと野生に戻ったらどうだろう。いや、ダメだ。こんな異端の技を覚えた俺なんて、もう野生にどこにも居場所なんかない。逃げちゃダメだ。はあ、このままでトレード行きかな。はっ、あなたは。やあ、マリリ君、レベル50になったんだって。そういえば対戦の調子はどうだい。それが対戦に入れてもらってから一勝もしていないんです。おかしいじゃないか。君は理想個体の5V、技もしっかりしてもらってる。まさに戦うために生まれてきたようなポケモン。君が本気になったら3立てなんて余裕のエースポケモンなんだよ。僕にそんな力が？それじゃまさに宝の持ち腐れ。僕に策がある。ひとプロ浴びたらトレーナーさんに直談判と行こう。はあ、いいお湯だ。って、ユクシーさん、特性が浮遊だからお風呂尻尾しか疲れてないんだよな。そんなこんなで世話好きのユクシーはトレーナーの元へ行き、マリルイと同じパーティーでアベハリ欲を志願したのであった。しかしもともとトレーナーはユクシーを使うつもりはなかったため、全く厳選しておらず、ユクシーとマリルイの願いを叶えるためダイパリメイクで初めての金冠を使うこととなったのである。はい、では実践いってみましょう。ウータさんよろしくお願いします。ということで、さっき言った通り、まずはボーマンドだ。ユクシーさんで壁張りやっていきたいと思います。で、このタイミング威嚇入る。このタイミングでまず私ね、光の壁入れてないんだよね。それは挑発ギャラドスに2回連チャンであったからなのよ。空を飛ぶ。このボーマンドは攻撃なのか両刀なのか。まずはリフレクター、どちらにしろね、壁張っていくからのステロマック。ただ空を飛ぶしてきてるから、これね、置き土産タイミングと被ると嫌だよね。で、ステロマイカーで、まずさ、ちょっと10万ボルト入れとくか。ちょっと削っとくか。今ね、壁ないからさ、光の壁あったらこのタイミングで光の壁またね、張りたいなっていう感じはするんですけど、さてどうするか。火炎放射両刀かな。ということは今リフレクターしか張ってないから、また次特殊技打ってくるでしょ。10万ボルトかね。マジで弱いんだよな。偽10万ボルトだけなんだけど。じゃあもうここで置き土産っていうかさ、お気づきだろうか、今私気づいちゃったんだけど、恐ろしいことにここさ3体部屋なのに6体選出してきてるんだけど。やばくない？私3体しか選出してないぞ。あ、ガブ出してきた。お、ラッキー。これ置き土産でガブに当てれるのいいね。置き土産やっほい。はい、さよなら。でめちゃめちゃ下げると、マリルイくん、あとは任せたよ。ユクシーさん、ありがとうございます。もうこれはね、まあラティオスも入ってるけど、ここはやっぱね、マリルリに見せてもらいましょう。やっぱね、腹太鼓、力持ち腹太鼓、これはチャンスですぞ。ではでは、まず腹太鼓行かせていただきます。まあっちね、置き土産で下がってるから全然怖くない。この特性力持ちのマリルリのやばいところは、特性で ×2 で腹太鼓で ×4 でタイプ相性でまたプラスになるから、ってことはどれくらい上がるかっていうと8倍以上になるんだよね。オレントラ、あ、威嚇でもない。しかもステロでもう助け効かない。これはもう誰も止められないだろう。いける。で、そんでアクアジェットよね、タイプ1だからね。マジでやばいよ。あ、怖い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 。
怯えてるんじゃない、だから6体セースだからね相手やばくない、ほとんどもうこれ1対6みたいなもんじゃもんなんじゃないこれ。でもさすがに相手6体だから、まあ、どっかでマリリア止められちゃうだろうな。まあレントラここはいけるでしょ、しかも威嚇じゃなかったからまだ攻撃力下げられてないっていうのが熱い。次は誰が出るかな、あんまね6体戦士だと思ってなかったから、サーナイトか、サーナイトはいけるでしょ、レントラーも一発で落とせたし、いけるいけるいける、ステロも仕事している、サーナイトもいたのか、意外にねサーナイト一発目にさゆくしい対面に出されたらすごく嫌なんだよね。よかったね、これはハマっている、またいける、まだいける、ワンコそば方式、次々アブソル、アブソルもいける、いけるでしょ、猫だましなんかあっても全然怖くないしね。じゃあ参りましょう、止まるんじゃねえぞ、アクジェット止まらない、もう暴走機関車や、やべえ、リフレクターなくなった、あれリフレクターなくなった、いやでもいけんだろ、全然いけん、まだ止まりたくない、ボーバンだ、ボーバンだ、ゼロで削る、これいけるわ、威嚇で落ちてもまだ全然7倍以上ある、いきますよアクアジェット、落としきると思う、いけやっぱこれ今一つのアクアジェットだぞ、えぐない、怖いよ、やっぱマッチョなんだよなマリリさん、豪華ザルこれは餌食、いやいやごっさんですわ、ちょっと待って、誰もマリリに止めらんない、もうこうなったら止めらんないいやマッハパンチあんのかな、いやでも関係ないからね、さいならあれまだいる、豪華ザル倒れた、あと1匹くらいかな、ガブリアス、あガブか、ガブかガブか、さてさてステロでね、もう助けもない、大丈夫、まあ間違いなく効果ありだし普通に行けるでしょう、助けもないしね、行きます、お、コウさんありがとうございました私このランダムマッチの部屋で6体選出やったの初めてだし、しかも3対6だったからね、でもこの人分かんなかったのかもしれないけど結果面白かったから OK 取れたかということでありがとうございました。ということでちょっと別の回も見ていこうかなと思います、原太鼓、でもこの時点でもうユクシーが光の壁も採用して、この時は光の壁とリフレクター張ってる状態で、置き土産も食らってる場所はもうだから、研磨を2回くらい積んでるんだけど、でも全然怖くない、 OK でステロも撒いてるしね、次キノガサ、こいつがうざいんだよね、でもキノガサが来たらとりあえずはアクアジェット先に打つ、でも今一つだから1回で持ってはいけないんだけど、奉仕してくるんだからね、本当に奉仕がうざくて、ほらクソ奉仕もうマリルリにもし神速があればな、神速あったら悪魔になるな、起きて、もうここは早く起きてもらうだけ、どうせタネマシンガンだろ、ねえ奉仕来るのタネマシンガン知ってんだよ、いつもそのパターンだからマジでこのパターン多すぎんで、強いよねガッサもマジで強い、2回でよかった、リフレクターなくなった、でまあ大丈夫です、目覚ましてくれてありがとうありがとう、早起き早起きは正義、で次はパルシェンで、パルシェンに関してもまあここねじゃれつくでいいと思うんだけど、これアクアジェットでいきます、まあ2角取れるしね、でじゃれつく外す時あるからな、でも今一つでこんだけ入るね、で空やぶやられてもね大丈夫、もう平気平気、いやーマリルリが生きた、ユクシー入れたことでマリルリやっと使えるようになったねユクシーいなかったら全然使えなくて、つぶてても全然怖くありません、でアクアジェットありがとうございました、ということでユクシーさんの提案で、まあ、ユクシーを着ていたことで、まあ、レベル100までするの大変だったんだけど、おかげさまでマリルリ
エースということで残留決定です。ありがとうございます。ちょっと最後になっちゃったけど、今回の動画の主人公を紹介したいと思います。マリルリさん、本当にカベホリユクシーさんと合わせると全然めちゃめちゃ勝てる。オカンの身を持たせて HP 調整もしてあります。背は力持ち、物理攻撃の威力が2倍になる。そして腹太鼓をかけてタイプ1技のアクアジェットをかますと、その生成技ということでね。だから最低でも8倍以上、タイプ相性によってはそれ以上の強さになる。今現在ユクシーと合わせて使うとめちゃめちゃ勝てる。それに決めるととっても気持ちいいし楽しいね。よかったら最後にチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではバイヤー。